今度商談審査あるのに剣道型やってない。めんどくさ。もうやる気せん。もう全然やる気せん。カエルくん、そんなこと言わないで、そんなカエルくんのためにぴったりなもの持ってきたよ。え、ほんと？この箱は伝説の。いや、何これ、なんで持ってきたん？これ猫用やろ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか。おー、この動画の目的は日本剣道型の1本目を審査合格レベルでできるようになることです。順番が覚えられない、ポイントがわからない、大丈夫。実は剣道型っていうのは自分で勉強できるもんなんです。というのも、日本中の先生方が参考にしてる日本剣道型解説書っていうのがあって、これにやり方詳しく書いてんだけどね、これすら今無料で全剣連のホームページからダウンロードできる、スマホで見れる、今そんな時代なんです。それで最初にね、剣道型は自分で勉強できますって言ったのは、まさにこの解説書の1ページね、誰でも読習できるように優しい文体に書き改めたって書いてるんです。じゃあ最初にね、少しだけ剣道型の言葉を覚えてもらう必要があるんだけど、それは打ち立ち、仕立ちっていうことなんです。打ち立ち、仕立ちっていうのは普段みんなが稽古してて、元立ちとか係手とか言ったのと似てます。打ち立ちっていうのは先生、師匠の役です。そして仕立ちっていうのは弟子、生徒の役です。日本剣道型っていうのは先生、打ち立ちが生徒、仕立ちに、はい、ここ打つんだよっていうのをね、教えてあげてるんです。それで困ったことに、この打ち立ち、仕立ちっていうのがどっちが先生だったか、どっちが生徒だったかって分かんなくなるんですよ。例えば私が打ち立ちだとします。いや、私が打ち立ちです。私が打ち立ちです。私が打ち立ちです。私が打ち立ち。いや、私が仕立ち。じゃあ私が仕立ち。ね、分かんないでしょ。打ち立ちっていうのは最初の一文字うでしょ。うってこと、うってことは上なんですよ。上だから先生。そして仕立ちの方はしでしょ。し、最初の一文字しってことは下なんですよ。だから生徒。これで一発です。それで剣道型を勉強していく上で大事なことは、最高のお手本を見ることなんです。だから、また剣道日本さん無理言って許可いただきました。はい、見てください、小冊日本剣道型。これ20年ぐらい前の DVD なんですけども、今でも買えます。Amazon とか剣道日本さんのホームページ見てください。よかったら買ってください。内立ち小沼博士藩士、志立ち村山圭介藩士、このお二人の藩士の先生の迫力ある剣道型を見ながら一緒に勉強していきたいと思います。間違いない。一本目を一言で言うと、お互い上段から面抜き面です。斬新を示して終わります。内立ちは左足を前に出して左上段、志立ちは足はそのまま右上段。内立ちは左足から、志立ちは右足から、どちらも先に打つ気持ちで3歩進みます。一足一刀の間合いに入ったら、内立ちは志立ちが動き出すのを読んで、右足を踏み出し、やーの掛け声で志立ちの正面を両拳ごと一刀両断に打ち下ろします。この時志立ちは左足を引くのと同時に、両手も剣先方向に後ろに引いて、内立ちの剣先を抜き、右足を踏み出し、刀の掛け声で内立ちの正面を打ちます。内立ちが下段のまま送り足で一歩下がるので、志立ちは十分な気ぐらいで内立ちを圧倒しながら剣先を顔の中心につけます。内立ちがさらに一歩引くのと同時に、志立ちは今度は左足を踏み出しながら、顔の中心を突き刺すように左上段に振りかぶり、斬新を示します。内立ちが上体を起こしながら中段となるので、志立ちも左足を引いて中段になります。構えを解き、左足から5歩下がって元の位置に戻ります。
内立ちの左上段は左足を前に出して構えます。右足を引いてはいけません。左拳はおでこの前に握り拳一つ分開けた場所。剣先は45度。これは高すぎ、これは低すぎ。左上段は左半身となるので剣線は真ん中ではなくやや右に寄せるのが自然です。3歩入ってすぐに打つのはダメです。解説書には気を見てとありますが、これはお互いに先に打つ気持ちで3歩入り、そこで志立ちが今まさに打ってきそうという瞬間を読んで内立ちが先に打つという意味です。面を打つときには反動をつけないようにしましょう。左上段からそのまま面に打ち下ろします。小さい面だと届きません。相手の両手ごと真っ二つに切る気持ちで大きい面を打ちます。面を打つときに右足だけ踏み出すのではなく、必ず左足もその後で引きつけます。面を打ち下ろした剣先は下段よりも少し下になります。面を打つときに床を見てはいけません。剣道型は最初から最後までずっと相手の目を見ながら行うのが基本です。面を打ったときには上半身は少し前かがみになりますが、でも目線を離さないからって顔だけ上げるのはダメです。内立ちが2歩下がるときには上体は前かがみのままです。まだ起こしてはいけません。最後は志立ちが十分に残心を取ったのを確認してから中段に戻ります。早すぎてはダメです。志立ちの右上段は足は動かしません。右足前のまま振りかぶります。左拳はおでこの前に握り拳一つ分開けたところ。剣先は45度。これは高すぎ、これは低すぎ。左上段と違って右上段は体が正面を向いたままなので、振りかぶった剣先はまっすぐ正中線上にあります。右に寄せる必要はありません。志立ちも内立ちに負けずに先に打つ気持ちで3歩入ります。お互い線の気ぐらいと言います。適当に3歩入ってはいけません。面を抜くときに剣先が両手よりも下がってはいけません。両手を天井を指すようなイメージで剣先の方向に引きます。剣先が下がらないように抜くと抜きが小さくなるので、手を打たれそうで怖いっていう人は一緒に足の動きでカバーします。抜きと打ちは1拍子で行います。途中で止まってはいけません。面を打ち返した時に相手に届いてないことがあります。1本目で大切なのは間合いを理解して物打ちで届くように打つということです。剣先を顔の中心につける時にはただつけるのではなく、どうだという気持ちを打ち立ちに伝えます。斬新で左上段を取るときには打ち立ちの顔の中心を突き刺すような気持ちで行います。実際に顔につけて動きが止まってしまってはダメです。さあ弟子くん、一本目教えるからな。まずは弟子くんの最高の上段見せてくれ。そうや、上段は火の構えや。燃え上がるような気持ちで熱々になっとけ。先に打つ気持ちだけは作っとけよ。はい、二度とやり直しはできんぞ。必ず一発で決めろ。はい、さあ行くぞ。三歩入るときはもう息吸ってる暇ないぞ。お腹に力入れて息を吐く勢いで前へ詰めるんや。さあ一足一刀の前来たぞ。先生、打ちそうです。私今まさに打ちそうですよ。弟子くん、先生はその気持ち感じたぞ。いやー、ここやー、抜けー、抜いた、とー。先生どうですか。まだや、まだ気抜くな。こっちが一歩下がるから、そのまま最高の気持ち作って次は剣先をわしの目の間につけよう。行くぞ。できました。先生どうですか。まだや、まだ気抜くな。これからさらにもう一歩下がるから、今度は左上段で弟子くんの斬新を見せてくれ。はい、どうですか。はぁ、あ、はぁ、あ、乾杯や。
弟子くんようやった。中段に戻ってよし。でもな、これから構えといて5歩下がるけど、それでもまた気分緩めたいかんで。先生見てるからな、剣道型は最後までや。いかがでした？以上が日本剣道型の1本目のビデオになります。よければ2本目も見てください。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。